です。あのこれ神谷さんチョイスです。すいません。曲の前って、はい、最後の1分教えてもらっていいですか。はい、9分ぐらいで。はい。はい。アソシアのこれが福祉だ。すごい。FM ギノワン、毎週木曜日の4時半は障害に対する疑問や福祉制度の仕組みなどを分かりやすく皆さんにお伝えするアソシアのこれが福祉だ。パーソナリティを務めるアソシア社会大学の後藤です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。さあ、昨日とついとは打って変わってだいぶ今日から冷たくなっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アソシアのスタッフでも体調を崩すスタッフが多く出ておりまして、明日はもっと寒くなるようで本当に心配なんですが、皆さんはいかがでしょうか。どうぞお体大切になさってください。はい、今日もですね、ゲストをお呼びしてゲストと一緒にお話をしていきたいと思いますが、本日のゲストはこの方です。こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介をご自身でお願いしましょうかね。はい、私はアソシアソーシャルサポートというところで相談支援専門医をしています小屋と言います。よろしくお願いします。小屋さん、よろしくお願いします。はい、いやー、はい、ラジオは初めてですか。2回目です。あ、2回目ですね。うん、沖縄市の方で。あ、なるほど。はい、別のところでなんですね。はいはいはい、じゃあ FM ギノワンさんでこのアソシアのこれが福祉だでは。そうですね、初めてです。あ、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっといいですか。はい、こなれてる感にすごくビビってます。はい、ありがとうございます。はい、もうこれね月1回回ってきますので、うん、どん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 このパーソナリティを務めるスタッフがですね、慣れてきております。ちょっとスムーズなラジオがお送りできるように、いや、はい、していきたいと思いますが、はい、小屋さん、先ほど自己紹介であったんですけれども、小屋さんは、うん、計画相談員、はい、ということなんですね。ちなみにそれはどういったお仕事になるんでしょうか。はい、これはですね、障害福祉サービスを利用する方に対してどういうふうな目標を持ってどういうふうな使い方でサービスを利用するかという、プランを作る役割になっていて、介護保険というところのケアマネージャーさんみたいな役割を担っております。なるほど。じゃあそのどんな風な福祉サービスを作っていくのかを一緒に考えていただける方ということで、はい、よろしいんでしょうか。はい、なるほど、すごいですね。そんなお仕事を、はい、しております。そうなんです。実はですね、今日ですね、計画相談の小屋さんに来ていただいたんですけれども、うん、その計画相談のお話ではなくてですね、うんうん、実は、はい、アソシア社会大学について改めて皆さんにお伝えできればと思っておりまして、はい、はい、小林さん、ちなみに社会大学についてのご説明ということなんですが、はい、はい、アソシア社会大学ですね。はい、じゃあ、どんなふうにお話ししていきましょうかね。そうですね、はい、社会大学ができたのが平成24年頃ですね。うんうん、でその時は、要はどうして障害を持っていると18歳になったら就職っていうか働くっていうことの選択肢しかないのかなっていうことが当時疑問にありまして、で僕らが18歳
過ぎたら、大学とか専門学校行って、で、その時に将来どんなことをしようかとか、どんな仕事に就こうかとか、いろいろ考えて、要は遊んでいる時期とか、はい、模索している時期、うん、そういったことを経験する時間っていうのも、障害を持った方にも必要なんじゃないかっていうところから、またアソシアは就労移行支援といって一般就職を目指すような、サービスがあるんですけれども、やっぱり何がしたいかとかで、働きながら何を自分のその、休みの日とかどうやって過ごしていこうかとか、まあ、そういったところで就職が続かなかったりとか、まあ、いろいろとこう自分の知るとか社会を知るっていう時間が必要なんじゃないかっていうところで、まあ、社会大学っていうのができた経緯が、はい、あります。なるほど。いや、私たちが、18歳であったり19歳であったり人生の選択をするときに、うん、なかなか障害をお持ちの方は、まあ、すぐ就職という道が今までは一般的だったんですね、うん、はい、そうですね。なるほど。では社会大学という場で、うん、そうではない選択肢、私たちが、うん、まあ、同世代の人たちがやっていたような楽しむ経験だったり、うんうん、仲間といろんなことをいろんな時間を過ごすということを社会大学でやっていく、うん、ということなんでしょうか。はい、なるほど。ちなみに今の社会大学の方たちというのは年齢層的にはどういった年齢層の方が多いんでしょうか。そうですね、主に18歳から、まあ、20代というかの方々がいらっしゃいます。はい、なるほど、うん、20代の方が多くいらっしゃる、うんうん、この18歳以上、まあ、20代の方に限定しているというのは何か理由があるんでしょうか。うん、まあ、先ほどお伝えしたようにそういった自分を知るだったりとか、うんうん、社会を知るっていうことのいろんなアイデンティティを確立する時期といったのが、まあ、20代になるのかなと。なるほど。それは、まあ、病気を持っていようが、うん、障害を持っていようが、うん、そこは、まあ、そうじゃない方と同じということなんですかね。そうですね、はい、なるほど。ちなみにゴヤさんの20代は、はい、どんな20代でしたか。今も20代ですか。もう30、はい、はい、乗りました。はい、じゃあどんな20代でした。そうですね、大学に、まあ、進学はしていたんですけれども、まあ、なんとなくこういうことがしたいなっていうぐらいで、なんとなく大学を選んで、まあ、その中でバイト付けだったりとか、まあ、その中で出会ったりとか、いろんな方と、まあ、そういった経験を積んだような今振り返ると気がします。そうですよね、私もそうだったような気がします。うん、まあ、大学に通いながら、うん、あ、私ってやっぱり人と過ごすのが楽しいんだなということを感じてみたり、うんうん、いや逆にちょっとそれをやりすぎると疲れるから、うん、ちょっと一人でドライブ行ってみようかなっていうような、うんうんうん、いろんなことを多分大学の時代って体験していましたよね。うん、なんかそうですね、生きる術を少しずつはい、そうで、でも本当にそうかもしれないですね。うん、人生の中で自分っていうものを探す、うん、まず一番最初の第一歩っていうのが、うん、その大学の時期というか、18歳から、うん、まあ、25歳までって言えばいいんですかね、うん、その時期だったような気がしますね。うん、はい、なるほど。ではですね、逆に18歳以下の方たちというのは、うん、どんなサービスがあるんでしょうか。障害を持たれている お子さんの、あ、なるほど、うん、ね、18歳以下ですと障害児という枠になるんですね。はい、そうですね、児童福祉法という法律がまた別立てであって、小学校以下、小学生以下の未就学と、お子さんは児童発達支援というサービスが、で小学生以上になると放課後等デイサービスというサービスがあります。なるほど。なかなかそれもちょっと、うん、耳なじみのない、そうですね、サービスになりますね。 あともう一つ、保育所と訪問支援事業っていうのが、はい、なるほど。児童でもその年齢に合わせていろいろな福祉サービスが、うん、まあ、提供されていらっしゃるということなんですね。はいはい、なるほど。今アソシアの方では、まあ、精神障害発達障害を抱えた障害者と言われている18歳以上の方を対象にサービスを行っているんですよね。はい、はい、なるほど。それ以外に、ではそれ以外の障害児と呼ばれている18歳以下の方たちもいろいろなサービスがあるということなんですね。うんうん、はい、はい、またそのお話は少し後半にいろいろお話を伺っていきたいと思います。うん、はい、ではここで
曲の方を一曲流していきたいと思います、はい、本日の曲もですね、アソシア社会大学 の、 あの学生さんのリクエストになります、鈴宮春日でゴッドノーズ。私たちの声が あ、そっか、著作権があるんですよね、はい、ありますので、ね、あのこの間に今12名の方、あ、違います、3名の方に閲覧してます、うん、似てるんです、はい、身内かしら、いや、3っていうね、だいたいさっきの話、ムンさんと、ムンさんと、ミニさんと、みたいな、こっちで開いたら今4になるそんな感じさんも大丈夫ですか、はい、安定して、うん、安定していや、さっき諸留さんと話しててで、その事業計画とか、まあ、そもそもって言って、でそもそもの話を24年のっていう話がちょうどやってたから、それやそうそうそう、でそしたら E さんから聞いたやつちょっとズレがあったちょっとですよ、E さんちょっとズレが、 E さんズレてたみたいなじゃあ方で説明して説明して、これでなんか繋がる、繋がってますかね、繋がっていくかねいや、なんかそういう発信の一つなんですよね、これ。もう止まった、何、なんかの練習ですか、ここいや、私練習する必要ありますこれ以上、ね、これ以上練習しますよ。あ、本番か、本番ガチ本番ですか。いや、なんか流ればいいですね。少なくとも要はこれって13日ですか、聞いてるの。今までで13までで聞いて、今ナウナウです。今まででっていうのはこの番組始まってから、これどうやったの、この番組始まってから13日です。はい、そうです。あ、そうなんですか、はい、そうです。それはそれですごい、そうです、29分ぐらいにつけた。あー、すごい、ちゃんとやらんといけないですよねちゃんとやってますよ、めっちゃ頑張ってます。いやいや、ね、ユッキーもね、ユッキーの会はあれはあれで、あの、賑やかで楽しいですよ、ね、あはははは、っていう感じですけどこれ録音かなと思ってパチで喋ってたのねぐらい綺麗に喋った。急についてしか思ってない、前回ですよね、ユッキー毛についてどうしたの何の話してんだか、リハベリと毛をなんかうまく結びつけた。あ、うまかったですかうまいというか強引でしたけど面白かった、力技でしたねホーデーで説明に中学校に何か所か行かせてもらうんですよ、うんうんうん、私今週末に髪の毛ピンクにするんですけど、カツラをかぶってきました。よし、今までね、わあ、どんなんすかね、そうこういう色にしてくれてるんですけど、
あれちょっとみんな楽しみですよ、あれ。え、あのカツラの日。はい、まあ、Facebook でしか見てないですけど。ひどい有様をお見せしましたが、あれ付き合ってるんですよね、あの写真にね。断れないですもんね。断れないですね。わかるわかる。島根に行った時4日間延々5秒前で、はい、はい、アソシアのこれが福祉だ後半戦に移っていきたいと思います。はい、小屋さん、はい、先ほどですね、児童の福祉サービスのお話をしていたんですけれども、はい、もう一度児童の福祉サービスどういった種類があるのか教えていただけますか。はい、小学生以下の、お子さんに対しては児童発達支援というサービスが、で、小学生以上のお子さんに対しては放課後等デイサービスの他に保育所等訪問支援というサービスがございます。なるほど。ではその中でですね、ちょっと気になりました、うん、放課後等デイサービスについて少し教えていただきたいんですが、はい、はい、放課後等デイサービスというのは一体どういった福祉のサポートになるんでしょうか。うん、ですね、要は文字通り学校が終わった後放課後に、主に療育を提供してですね、子どもの発達を、支援していくというか、そういったサービスになっていて、まあ、療育の形というのは、まあ、事業所によっていろいろとあるのが、まあ、はい、サービスでございます。なるほど。療育、はい、療育というのは、まあ、一般的にラジオを聞きの方はなかなか聞き慣れない言葉かなと思うんですが、うん、普通に子どもを育てるということと療育というのは何か違いがあるんでしょうか。うん、そうですね、まあ、専門的な視点といったら、まあ、それまでなんですけれども、まあ、子どもの状態とかそういったものをしっかりと把握してですね、その人その子その子に合った取り組みというか支援の形を模索しながら、まあ、提供している、まあ、遊びを通してだったりとかいろんなプログラムを通して、まあ、いろんな形の療育というのが、はい、あります。なるほど。障害児童の中でも例えば身体障害であったり、うん、まあ、知的な障害、いろんな、まあ、障害があるとは思うんですけれども、はい、その障害に応じて専門的な視点を持って、うん、いろんなプログラムを通して養育していく、うん、そうですね、というのが、はい、放課後等デイサービスという形なんですね。はい、うん、なるほど。例えば身体であったり知的の障害であれば、うん、この目に見える形でこう障害が分かりやすいかとは思うんですが、例えば発達障害であったり、うん、はい、精神障害の、はい、まあ、児童というかですかね、うん、未成年の方たちの、放課後等デイサービスでの養育というのは、うん、どういったものがあるんでしょうか。どういったサービスがあるんでしょうか。そうですね、最近は、運動療育っていう形がすごく流行りというか、はい、増えてきていて、まあ、その運動を通して、まあ、体の凸凹だったりとか偏りとか、うんうん、そういったところを解消することでいろんな発達の面でいい影響を及ぼすといったようなところが最近はよく見受けられます。はい、面白いですね。まあ、今アソシア社会大学でやっている生活訓練と呼ばれているものは、うん、まあ、体にアプローチするというよりは、うん、何かカリキュラムを通して、まあ、集団で学んでいくということが多いんですけれども、 そうですね、うんうん、そうじゃない、他ことデイサービスはこう何か体を動かしてその中でいろんなものを学んでいったり、うんうん、育てていったりという視点になるんですね。そうですね、それも一つ、うんうん、で今のおっしゃっていた生活訓練の中のその集団を生かした取り組みであったりとか、一方で個別の関わりだったりとか、そういったことも、まあ、療育の一つとして提供されている部分ではあります。はい、なるほど。ではそういった今のこの児童の放課後等デイサービスというのは放課後に限って行われているものなんですか。そうですね、学生、そうですね、学生が、まあ、学校終わり、またはその、学校がお休みの時は、まあ、日中から
まあ、そういった支援を提供しているっていうのが、まあ、現状です。なるほど。では放課後等デイサービスに、サービスを利用している方たちというのは、うん、どこか学校に所属しているというのが、はい、まあ、前提になってくるということなんでしょうか。はい、そうですね。あの公立 の, あの小学校中学校もちろん、通信の高校だったりとか、はい、そういったところも、はい、入ってきます。なるほど、うん、通信の高校さんですと、まあ、毎日学校に通うわけではないですよね。はい、そうですね。それでも、うん、放課後等デイサービスのサービスが利用が可能ということなんですね。うん、そうですね。学校教育法に定められている学校という形の、に所属している方が対象になってくると思います。なるほど、はい、ちなみに、もうこれ分かってて聞くんですけど、はい、アソシアさんでも、はいはい、4月からアソシアさんでも、はい、アソシアさんでも4月から新しくそういった放課後等デイサービスの事業を始めるというふうに伺っておりますが、はい、はいはい、そうですね。その辺のじゃあご説明、小屋さんの方にお願いしてもよろしいですか。はい、アソシアでは、今年の4月から、放課後等デイサービスをスタートします。はい、そうですね、まあ、あのルネサンス高校という通信制の高校と、あの提携をしてですね、そちらのカリキュラムを学びながら、アソシア社会大学の、プログラムで、まあ、そういった意味では療育を提供しつつ高校卒業資格を取得できるといったあのサービスを提供していきたいと思っております。なるほど、はい、ちなみにアソシア社会大学現在は生活訓練を行っているので、うん、18歳から先ほどの説明では20代30代以下の方たちを対象にしているということなんですが、うん、今回新しくやる事業では放課後等デイサービス事業、うん、はい、はい、おいくつの方たち、まあ、年齢対象の年齢の方たちおいくつの方たちなんでしょうか。はい、一般的に高校生と言われる15歳から、18歳未満のお子さんのが対象です。なるほど、はい、では今までの18歳以上という枠からこの枠が少し広がって、うん、15歳以上で18歳未満の方が、うん、放課後等デイサービスの対象の方、うん、はい、で18歳以上が、うん、18歳以上30歳未満の方が、生活訓練の対象の方ということなんでしょうか。はい、なるほど、はい、そうです、うん、はい、はい、ありがとうございます。それに対してなんかあの学校説明会があるというふうに伺っておりますが、はい、今度、2月24日、アソシア社会大学の方で、時間は19時から21時を予定しておりまして、アソシアの放課後等デイサービスと、ルネサンス高校の説明会を、はい、予定しております。なるほど、はい、ちなみにこれ参加費用はおいくらなんでしょうか。参加はあの無料です。あ、はい、無料で説明を受けられる、はい、ということなんですね、はい、なるほど。申し込みの番号とかがありますか。はい、申し込みは、電話ファックス専用サイトからお申し込みいただけまして、お電話番号はですね、はい、098-923-0291、はい、なります。はい、はい、ファックス番号もでは一緒に教えていただけますか。はい、ファックス番号は、098-921-0292、はい、なります。はい、ありがとうございます。そちらに、まあ、ご連絡、うん、もしくはファックスをして参加希望を出したら、はい、2月24日金曜日19時から21時の2時間ですね、説明会に参加できるということなんですね。はい、なるほど。その時にでは、まあ、ルネサンス高校さんがどういった学校なのかという詳しい説明であったり、はい、アソシアの放課後等デイサービスがどういったあの活動をするのかという詳しいお話が聞けるということなんですね。はい、そうですね。放課後等デイサービスの、形としては一般的にはこう新しい形で提供していきたいと思っておりますので、ぜひあのご参加ください。はい、はい、ちなみにこれあの実際に通おうかなと思っている方、うん、そのご家族で、まあ、あの知り合いに対象者がいるという方、どういった方でも参加は可能なんでしょうか。はい、どなたでもご参加可能ですので、お声かけしてあの皆さんご参加ください。はい、はい、皆さんお待ちしております。よろしくお願いいたします。さてアソシアのこれが福祉だでは障害福祉に関する相談もお受けしております。皆さんからの相談を受けして番組内で回答していければと考えています。ご自身のことでもご家族ご友人のことでも構いません。相談したいことがあればこちらまでメッセージをお送りください。
メールアドレスは797@fmginowan.com、 ファックス番号は 098-943-0094 でお待ちしております。アソシアのことが気になる方は、見学や体験、利用説明会なども行っておりますので、ホームページもしくはお電話でお問い合わせください。検索でアソシア沖縄と打つとホームページが出てきます。電話での問い合わせは 923-0291 までご連絡ください。さあ、小屋さん、はい、もう終了の時間となってきましたが、はいはい、緊張いたしましたか？そうですね、まあ、でも放課後等デイサービス、新しい取り組みとして、4月からやっていきたいと思っておりますので、ぜひ、説明会にもご参加ください。はい、はい、本当ですね、ぜひアソシアの建物も見ながらね、たくさんの方に来ていただければと思います、うん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アソシアのこれが串田、これにて終了になります。では皆さん、また来週、さようなら。